波の高さの予想です。日本海側では2メートルから2メートル50センチでしょう。瀬戸内海では50センチくらい。徳島県北部は1メートル。太平洋側では1メートルから1メートル50センチの予想です。パピー。海上予報です。山陰沖東部及び若狭湾付近に海上風警報が出ています。各地域では北寄りの風10メートル前後のところが多いでしょう。向こう1週間の天気です。北部では明日はおおむね晴れますが、あさってから7日木曜日にかけては雲が広がり、雨の降る日があるでしょう。その後は一旦晴れますが、10日日曜日は雲が広がる見込みです。中部と南部では明日はおおむね晴れますが、あさっては雨が降り、6日水曜日も雲が広がるでしょう。その後はおおむね晴れる見込みです。最高気温は平年より高い日が多く、